そうだったんですか。そんなに誹謗中傷が。はい、あの時は正直辛かったですね。豊のお父様とお兄様にもいろいろ疑われましたし、豊が亡くなった原因は。え、あなたが大崎さんを。ああ、そうだよ。なんでそんなこと。それは言えない。真実なんて言えるわけないだろう。今回は伝説の歌手尾崎豊さんについて、奥様である茂美さんが2023年に語ったことを中心にお伝えしていきたいと思います。尾崎さんがご活躍されていたのは私が小さい頃ですが、そんな私でも尾崎さんがどれだけ当時の音楽界に影響を及ぼしたかといったことは知っています。そうですか。そういった方が少しでもいると豊も少しは喜んでくれてるんじゃないでしょうか。でも豊は本当に気難しい人だったんですよ。そうなんですね。それで正直伺うことがためらわれますけど、尾崎さんの他界後随分といろいろな噂が流れてしまっていましたが、今までは何をされていたんですか。そうですね、正直当時は大変でした。ほぼデタラメな噂でしたし、どんどん話が広がっていきました。そのことによって一番被害を受けるのは息子だと考えました。私は息子を守るためにずっとアメリカにいたんです。今回はそんな尾崎さんと茂美さんの馴れ初めも含めて、茂美さんが語った内容についてご紹介していきます。茂美さんと出会った時の尾崎さんは人生に相当な悩みを抱えていたそうです。そして渡米前の壮行会で2人は出会いました。どうやら茂美さんが一目惚れしてみたいです。ああ、尾崎さんってテレビで見るよりずっとかっこいい。尾崎さんってものすごく素敵ですね。電話番号を教えるので、もしよかったら渡米後も連絡取りませんか。そうかな、喜んで。こうして2人の交際がスタートしていきました。結果として渡米することが2人を引き合わせたといえますが、尾崎さんの後の悲劇にもつながってしまうことになります。そして帰国後すぐに同棲を開始、1987年の12月頃だと言われています。お帰りなさい。アメリカはどうだった？ステーキは日本の方が断然美味しかったかな。それだけ？そんなことないよ。日本とは別の国の人と触れ合えるのは新鮮だったから。日本では心の底から信じられない人ばっかだったし。そうなの？ちょっと尖ってる感じがするけど、そんな風には見えないよ。そう見えないようにしてるだけだよ。でも茂みはいいよな。友達多いし。てか、なんでそんなバランスよく人と付き合えるんだ。え、いや普通だと思うけど。いやいや、俺は茂みに嫉妬してるもん。なんか中央っていうか。決めた。お前の名前今日から中央子な。何よその名前。こうして尾崎さんの若干の危うさを感じながらも二人は仲良く暮らしていました。しかしそんな日々はすぐに崩壊してしまうこととなります。その時2人は尾崎さんの実家にいました。え、誰だ。ちょっと見てくる。あ、はい、わかりました。警察です。こちらに尾崎豊さんがいますね。え、豊が何か。2階にいますけど。実はアメリカにいる最中に音楽に対する葛藤からか、違法精神安定薬に手をつけてしまっていたようでした。いくら欲しいんだい。そしてその後がバレてしまい、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。そして拘置所にいる間、尾崎さんがとある雑誌を目にしたことで2人の運命が大きく狂うこととなりました。この子かわいいな。名前は斉藤由紀か。その翌年の2月に釈放され、2人は5月に結婚しました。2人で幸せになろうね。ああ、そうだな。その翌年に息子の優也くんが誕生するなど、結婚生活は一見順調のように思えました。しかし結婚して約2年後、突如として暗雲が立ち込めることとなります。まさかあの斉藤由紀さんと対談できるなんて。俺、斉藤さんに救われたことがあるんです。え、そうなんですか。
はい、過去の過ちで塞ぎ込んでいた時、雑誌に写っている斉藤さんの姿を見たら勇気づけられた気がして。その後、意気投合した二人はすぐに不倫関係になったみたいです。そしてそのことが週刊誌に掲載され、不倫が世間に知れ渡ることになりました。夫婦仲も倹約そのものだったみたいです。豊か、なんで私何かいけないことした？仕方ないだろ。やっちゃったことは取り戻せないんだから。もう離婚だからな。ちょっと待って、話を聞いてよ。その後、二人は離婚を前提とした別居に踏み切りました。そしてお互いに弁護士を立てて調停の準備をするなど、結婚まで秒読み段階まで入っていたみたいです。そっか、豊かの全国ツアーか。やっとステージに立てるんだね。忙しいもんね。私やゆうやのことなんかどうだっていいのかな。もう終わりなのかな、私たち。そのように悲しみに暮れている最中、尾崎さんサイドの弁護士から茂美さんに連絡がありました。え、豊が息子のゆうやに会いたい？急になんで？そして合計3回、尾崎さんとゆうやくんの面会の場が設けられたようです。3回目の面会をしている最中、尾崎さんから電話がかかってきました。豊、一体どうしたの？ああ、ちょっと話があるんだけど。真剣なやつな。これからホテルかどっかで3人で食事でもしないか？まさか真剣の話？今まで何にも言ってこなかったのに。わかった、すぐに行く。そして自宅前の横断歩道の反対側で、尾崎さんと優也くんが歩いているのを目撃しました。その時、茂美さんは豊さんの気持ちにすぐ気づいたそうです。豊、私のことを迎えに。あ、ママだ。よし、3人で美味しいもの食べに行くか。うん、そうだね。そして3人で手をつないでホテルに向かったそうです。真剣ということは、どっちかがゆうやのことを引き取るって話だよね。ん？どういうこと？あ、多分漢字が違うよ。俺が言ったのはマジの方の真剣な。そっか。じゃあ話っていうのは、俺たちまた一緒に暮らさないか？離婚なんてやめて、俺が言えた義理じゃないかもしれないけど、あ、ほら、ひろやにとってもいいことだと思うんだな、ひろや。うん、言いたいことはわかるけど、でも子供のために離婚はしないっていうのはいい結果にはならないと思う。お互いにしこりがあった状態で暮らしていても、ゆうやにはそういったことも伝わるんじゃないかな。ああ、もう俺はずっとお前と一緒にいたいんだよ。え、そうなんだ。でも、あの斉藤さんとはどうしたの？ちゃんと別れた？斉藤？誰それ？あ、芸能人の？いや、名前と顔は知ってるけど会ったことはないな。てか、なんで斉藤さんの名前なんか出したの？茂みは不思議な子だな。は？あの、こうなった原因何か分かってる？俺も若かったというか、なんというか。はい、ごめんなさい。変なパパね、ゆうや。パパ変なの。こうして最大の離婚危機を乗り越え、再び3人で暮らし始めました。こうして3人で幸せな家庭を築いていく道を選んだ尾崎さんでしたが、仕事面で大きな悩みを抱えていました。なんでだ、なんで俺のこと誰も分かってくれないんだ。取り直しを要求したのに勝手に楽曲発売されるし、俺のことなんか誰も分かっちゃくれない。豊か、大丈夫？このように他者には埋めることができない孤独感を常に抱え続けていたようです。そんな不安な日々を送っている最中、茂美さんのもとに最大の秘宝が飛び込んできました。え、豊が病院に搬送された？大丈夫なんですか？傷だらけじゃない。大丈夫だよ、酔っ払って転んだだけだし。いや、もうそんな軽い怪我じゃないって。とりあえず家に戻ろう。病院なんて一秒も痛くないし。うちは救急専門で入院施設もないですが、他の病院なら紹介できます。必要ないです。あれを飲んだことがバレたら俺は。その後、一時は自宅に戻るも容態は急変し、尾崎さんは帰らぬ人となってしまいました。だから、なんで別の病院に診てもらえばよかったのに。
原因は排水臭です。ただ尾崎さんの体内から違法なものが見つかりまして。え、まさか。はい、おそらくその結果でしょう。全身の怪我も誰かに危害を加えられたといった類のものではないようです。もしかしたら服用により精神に異常をきたしてしまっていたのかもしれません。そんな。その後、尾崎さんの他界の原因は排水臭とだけ報じられました。しかし詳細な事実を報じなかったために、後の大事件につながることとなってしまいました。それは尾崎さんが他界して約2年経過した頃でした。え、死体検案書が？なんで？私が原本持ってるのに。誰が週刊誌に持ってったの？私じゃない。とある週刊誌によって排水臭に至った原因が世間に知れ渡ることとなってしまいました。そして警察の再捜査を求める声が広まることとなり、尾崎さんのお父様やお兄様が中心となって署名を訴えかけ、集まった署名は10万件にも及んだようです。皆様ご協力お願いします。私たちは真相を知りたいだけなんです。ただその署名で警察が動くことはありませんでした。しかしそれ以降も騒動は決して収まることはなく、いつしか茂美さんに批判が集まることとなります。尾崎さんの件についてどう思いますか？奥さんが怪しいと思います。だって署名活動に参加してませんし。なるほど、確かに世間もそういった声が少なくないようですね。そして尾崎さんは誰かに殺された、さらに殺害した人物の一人は茂美さんだという噂が広まることとなっていったようです。さらに尾崎さんのことをよく知っているという知り合いが急激に増えたようで、そのことが茂美さんを大いに困惑させたようです。尾崎さんのことはよく知っていますよ。僕たち親友で。なんでこんなことに。私は何も言ってないのに。それに豊かに芸能界の親友なんているわけないじゃない。でたらめなことをなんでそんな平気で言えるの。この頃には尾崎さんと同じく茂美さんも芸能界というものに不信感を抱いているようでした。はあ、私が犯人の一人だって番組をテレビ局が作る予定？それにネットニュースに掲載されてる？さすがに我慢の限界が来た茂美さんは弁護士に相談しました。このままじゃ優也の将来に影響が。さすがに見過ごせませんね。いくらなんでもひどすぎますので、全力で対抗していこうと思います。こうして裁判を起こすことになり、結果テレビ番組や連載は差し止めされたようです。しかしそれ以降も世間の疑惑の念は一向に消えず、茂美さんは疲弊しきってたそうです。私の知らないところでどんどん話が広がってって、もしかしたら豊かもこういった世界に嫌気がさして。その時尾崎さんがなぜ違法な精神安定薬を服用したか、そしてなぜ命を絶つまで追い詰められたのか理解したようです。補足的になりますが、実は尾崎さんのお兄様も後年書籍にて尾崎さんのことについて触れています。豊があれを持っていたのは芸能界に騙されたからなんだ。あいつはただ利用されただけだ。このように尾崎さんの他界には芸能界に潜んでいる闇が絡んでいるのは間違いなさそうです。ただそんな茂美さんに一通の手紙が来たことで人生が大きく変わることになります。これは茨城県の高橋さんって人からだけど知り合いじゃないよね。また誹謗中傷の手紙かな。でも住所や名前がしっかり書いてあるし見てみようかな。そしてこの高橋さんからの手紙が人生を大きく変えることになります。突然のお手紙失礼します。今回の件を受けてあまりにも卑劣で歪められているマスコミの報道のあり方、周囲の反応や声に非常に疑問を抱いており、いても立ってもいられなくてお手紙を書かせていただきました。私は尾崎豊さんの大ファンでした。そしてそんな尾崎さんが愛したあなたが批判や疑問、そして好奇の目にさらされていることが我慢ならないんです。月並みな言葉かもしれませんが頑張ってください。このような手紙を見て茂美さんは大変勇気づけられたようです。泣いてばかりじゃ、私は優也を守る義務がある。動かなくちゃ。その後茂美さんは優也さんを連れて、かつて尾崎さんが芸能活動休業中に行ったことのあるアメリカへの移住を決意しました。ママどこに行くの？アメリカってところよ。パパもあなたが生まれる前に行ったことがあるのよ。そしてそれから10年後、茂美さんは帰国し尾崎さんの実家へと足を運びました。そこで思いもよらない発言を受けたようです。
しげみさん、ごめんな。え、どうしたんですか？しげみさんを疑ってしまったことだよ。それに署名までして、さらにしげみさんを傷つける結果となってしまった。あ、もういいです。俺たちもすっかり騙されたんだ。最初はいい人だと思ってたんだけど。え、それはどういう。どうやら誰かに騙された結果、しげみさんを疑い署名活動まで行うようになったみたいです。この誰かに関しては明言されていないために詳細は不明ですが、週刊誌に掲載された死体検案書のコピーは尾崎さんの親族がその誰かにそそのかされてリークしたのではないかと思います。すみません、豊かの検案書の写しをいただきたいんですけど。お父様ですか？少々お待ちください。その理由は代理人を立てない限り、配偶者や三親等以外の親族しか検案書を受け取ることができないからです。なぜお父様やお兄様をそそのかしたのかは不明ですが、その結果しげみさんは数々の誹謗中傷にさらされる結果となり、今でもしげみさんを疑う声も少なからずあります。そして尾崎さんが他界して15年後、とある反社の関係者と名乗る方が雑誌のインタビューに応じました。俺が尾崎を痛めつけたんだよ。え、そうなんですか？というかなんで今更。実は俺の命はもう長くないんだ。それで今のうちに洗いざらい告白しておこうと思ってね。わかりました。それでどうやって。まずは酒を飲ませたんだけど、その中にちょっとあれを入れてな、そっから痛めつけた感じだな。なんでそんなことを。それは言えない。は？自分で洗いざらい告白するって言ったのに。この時の発言内容から、しげみさんがその方に尾崎さんを消すように依頼をした説まで飛び出したことがあります。じゃあしっかりお願いしますね。ああ、任せとけよ。ただこれは全くのデタラメで、ヤクザと名乗る方はただの愉快犯である可能性が高いと見られているようです。そのように疑われ続ける人生を送る羽目になったしげみさんですが、現在ではそのことで悲壮感を感じているような素振りは見せていません。アメリカに行って本当に良かったと思います。私にとってもゆうやにとっても。そうなんですね。よほどアメリカでの生活が充実したものだったんでしょう。そして息子のゆうやくんも現在では34歳、毎日音楽活動に勤しむなど多忙な日々を送っているようです。正直当時のことはあまり覚えていませんけど、父のことは尊敬していますし、僕にとって偉大な存在であるのは間違いないです。これからも見えないお父様の背中を追い続けながら頑張っていってほしいと思います。最後になりますが、実は尾崎さんは殺されたという説は複数あり、その中にはまるで尾崎さんの他界を利用して自身の主張をしているだけのものもあるのではないかと感じます。尾崎は CIA にやられたんだ。いや、実は今日本を牛耳ってるのは中国の。ネットでの世界ですので、ある程度自分の考えは発信してもいいのかもしれませんが、人の死にかこつけるかのような考えは少し気をつけるべきなのかもしれません。いろいろ調べたんだけど、矛盾点があまりに多すぎて、今となっては真実は闇の中って感じだよな。だからこそいろいろな噂が絶えないんだろうけど、でも本当に怖いと思ったのは、確証がないのに茂み犯人説のテレビ番組が企画されたってことだと思う。ネットで一般人が適当な噂を流すのも問題になることがあるのに、テレビというある程度の公共性が求められるもので放送されるなんてことがあったら大変ですね。下手したら耐えきれなくなった茂みさんが尾崎さんの後を追ってなんて事態になりかねませんし。そうだな。あと父親と兄をそそのかしたやつって一体何のメリットがあってそんなことしたんだろうな。他界の真実を世間に知らしめることで自分に何かメリットがあるって考えた結果なんだろうけど。一説にはマスコミなどの芸能関係者だと言われていますが、真相は分かりません。ただ他界した時にしっかりと真相を世間に知らせなかったというところも問題だったと思います。それでも物議を醸すかもしれませんが、隠してしまってはそれが明るみに出た時、闇は何倍にも膨れ上がってしまいますから。下手に取り繕ったり隠してしまうと後の悲劇につながるなんてことも少なくないしな。ジャニーズや宝塚の件とかを見てると余計にそう思うよ。